会津町県民レポーターの目黒です。本日は柳津町の推しスポット縄文館と縄文スイーツをご紹介したいと思います。さて、こちらが多数の土器が展示してある2階になります。2階の見学時間は9時から4時までです。お昼休みは空いてない場合があります。係員の方がいる場合は空いておりますので、ぜひ2階にも行ってみてください。土曜日曜はお休みになります。こんなにたくさんの土器がここ縄文館の2階には展示しております。まだまだこれから分類する土器もたくさんあります。柳津町にはですね、縄文時代の遺跡が13ほど確認されていますけども、ここに並んでいる土器というのはその中でも最大の二州前遺跡というところから出てきた土器です。特徴的なのは例えばこういう土器なんですけども、この土器の上ですね、立体的な形してますが、これは新潟の火焔型土器の影響を受けている部分です。でそれに対して、下の方は、これシンプルですけども、これは東北地方の人たちが盛んに用いた縄文ですね。したがって新潟の要素と東北の要素がこう合体しているという、そういう土器です。これが会津オリジナルなスタイルということができます。この土器はですね、人体像取っ手付き土器で呼んでます。池の尻遺跡から出たので愛称を池ちゃんにしました。なんといっても特徴はこことここに土偶のような取っ手がですね、あって、それがお互いを向き合っているということが大きな特徴です。こちらのパフェの特徴を鈴木さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こちらのドキドキパフェなんですが、中身には縄文時代から食べられているという土地を粉にしたものをクッキーに練り込んだり、十年を練り込んだりして作ってあります。香ばしいですね。アイスも食べてみたいと思います。こちらのアイスはチョコレートアイス、チョコレートが乗ってて、この土を表現したということで、冷たくて美味しいですね。縄文館と縄文スイーツをご紹介しました。皆様もぜひ夏休みに遊びに来てください。